ツンギライ率いる民主変革運動の旗ホワイトハウスでバラク・オバマと会談するツンギライ・モーガン・リーチャード。ツンギライはジンバブエの政治家。ジンバブエ最大野党である民主変革運動に所属し同党の党首を務めた。2009年2月11日からジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線と民主変革運動の連立政権においてジンバブエの首相となったが、 2013年9月11日に退任した。チャンガーという姓はチャンギライトも表記される。1980年、与党である ZANUPF に入党。1989年にジンバブエ労働組合会議の事務総長に就任している。就任後は ZANUPF 及び政府との関係が悪化。 1999年には MDC を決闘する。MDC はムガベ及び ZANUPF と対決姿勢を取る野党であり、白人の場主やムガベ政権に反対する黒人からの支持を得ていた。決闘当初の議席数はわずか3であったが、1999年後半には政府より提案された大統領の権限を強化する憲法改定に反対する運動を行う。 結果、2000年2月の国民投票では、反対票が過半数となり、憲法改定は否決されることとなった。2000年6月の議会選挙においては、MDC が57議席と、ZANUPF の62議席に匹敵する、議席を獲得する大躍進を見せた。2000年8月から白人が所有する大農場の、 強制収容が始まり、MDC にも弾圧が加えられるようになる。2000年10月には、残疑来自身が逮捕される事態となった。この弾圧は、2004年の、情報アクセスプライバシー保護法、治安維持法、選挙委員会法等の成立、発行により一層強化されている。2002年3月には、大統領選挙に、初めて出馬するが、 激戦の末ムガベに敗北している。ジンバブエ政府は2003年6月に MDC が計画した反政府デモに対し治安部隊を出動させるなどの強硬な措置を取り、ザンギライも逮捕される。2005年には MDC がザンギライ派と反、ギライ派に分裂する。同年11月の議会選挙では ZANUPF が大半の議席を獲得する。 2007年3月11日、教会組織が、ハラレで行った祈りの集会を警察が襲撃。残疑来はまたも逮捕され、警察からの激しい暴行を受け負傷した。2008年の大統領選挙においては、当初ムガベを上回る票を獲得し、決選投票へと参戦する予定であったが、支持者への弾圧などにより撤退を余儀なくされている。2008年9月、 ザンギライとムガベの間で連立政権受立に関する合意が交わされるが、軍、警察の管轄を担当する閣僚のポストをめぐって対立。最終的にはザンギライ側が情報する形で、ザンギライは2009年2月11日、ジンバブエ首相に就任。2009年2月13日には、各閣僚も就任、新政権が発足。閣僚は、 ZANUPF から15人、MDC ザンギライ派から13人、MDC ムタンバラ派から3人が選出された。2009年3月6日、ブヘラへと向かっていた、ザンギライ夫妻の乗った乗用車が、ハラレ南方で、トラックと衝突し、ザンギライは、軽傷で済んだもののザンギライ夫人が死亡した。以前もムガベにとって、不都合とされた人物が、 交通事故で不審死を遂げたことがあるため民主変革運動の関係者からは今回の事件も意図的だったのではないかとの声が上がった2月に連立政権が成立者の,のムガベが独裁体制を維持し続けたことで機能不全状態に陥った2013年7月31日に行われた大統領選挙では得票率が約34%にとどまり 現職のムガベに敗れたが、選挙には、不正があったと主張。2018年2月14日に、南アフリカ共和国のヨハネスブルグの病院で、大腸がんのため65歳で死去。ジンバブエ首相の交通事故、所属政党などは、意図的と。 CNNHTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.CNN.CO.JP スラッシュワールスラッシュ c n n 二0 0 9 0 3 0 8 0 0 0 0 7 h t m l 2 0 0 9年3月9日閲覧ジンバブエ大統領六選対立候補不正あった読売新聞 HTTPWWW. 読売 COJP ワールド、ニュース、2013万8 0 4オイト h t 0 0 5 4 2 h t m 2 0 1 3年6月5日閲覧。モーガン・チャンガー、ロングタイム、フォーブ、ムガベイン・ジンバブエ、ディエスアット65、ニューヨークタイムズ、https、www. ニータイムズ .com、2018-02 14, アビチュアリーズモーガン・チャンガー・ジンバブエ・デッド HTML 2018年2月15日閲覧。ジンバブエ元首相モーガン・チャン・ギライ氏が死去。産経新聞。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ180215スラッシュ WOR1802150012-n1.html2018 年2月15日閲覧ありがとうございます。